このアニメにね、なんとですよ、この画像が入ってしまいました。これです。出た。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。都市伝説。本日は怖い都市伝説を持ってきてもらいました。おー、やばいですよ。僕に飛び込んでください。ガム噛んでる。お願いします。お願いします。そう、まずね、その都市伝説喋る前にですね、サブリミナル効果というものをね、ちょっと説明したいなと。サブリナでしょ。サブリナ入れ入れレオですね。イエイ入れレオ、ガリレオガリレオ。まあそんなことはどうでもいいんです。わかりますか、サブリミナル効果。今なんか催眠みたいなやつでしょ。まあまあまあ、30点ですね。30点。洗脳あれだ。60点だ。おー、来たきゃ。洗脳。あー、もう60点だ。絶対に60点だ、それは。でね、サブリミナル効果っていうのは、映像の中にもうほんとはコンマ1秒ぐらいの画像を挟むんです。それで映像流れてんだけど、画像が一枚ポンって出るみたいな。僕映像作ってきました。へぇ、サブリミナルしてくれるんです。サブリミナルを作ってきました。はい、じゃあね、このこれ見てくださいね。いきますよ、こうやって。あー、流れてますね。はいはいはい。はい、おっ、あ、今流れました。全然分かった。こうやって、もう今流れました。あー、流れてますね。はい。あー、分かった。だってじゃないです。はい、これね、なんと、はい、僕が入ってるんですね。僕が入ってるんですよ。要するにこれがサブリミナル効果です。でもちょっと違います。これよりももっと細かい、もっと短い画像がサブリミナル効果です。で、肉眼では確認できません、本当の意味は。いや、わかんないじゃん、全然。そうでしょ、うん、肉眼では確認できないんだけど、なんかね、違和感感じたなって脳みそだけが反応するんですよ。へぇ。で、脳みそがなんだこの違和感はっつって、ずっとなんか頭に残ってる。これがサブリミナル効果です。なるほど。おー。まあでも本当に効果あんのかよと思うじゃないですか、うん。まあそういう人めちゃめちゃ多かったです。そこでアメリカである実験をしたんですよね。アメリカの映画館で、映画の中にね、もうほんとこんまー1秒ぐらいのあるメッセージを入れたんですね。そのメッセージというのが、コーラを飲め、ポップコーン食えっていうメッセージ。もう肉眼では見えませんからね。なんだけど、もうこの日のポップコーンとコーラの売り上げもう爆上がりです。すごい。すごい。めちゃめちゃ効果あるんです、実はこれ。すごいな。無意識のうちにね、脳がね、記憶してるというか。まさか。動画の間にチャンネル登録よろしくお願いしますもん。ああ、まあそれも効果あるかもしれないよね。あれじゃん、もっと短くして。短くした。だから本当にね、怖い言い方をしてしまうと、サブリナル効果っていうのは、まあ、さっきも言ったように、手っ取り早く洗脳できる手段というか。あー。で、このサブリミナル効果はこの実験の結果からね、もうアメリカで CM とかでよく使うようになったのよ。で、これね、日本でもね、取り入れられるようになります、この手法が。で、よくね、アニメで使われるようになったんだよね。まあ、1980年代を代表するアニメで言うと、例えばうるせえやつらとか。おお。セイントセイヤとか。ランマ2分の1。あ、まあ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 、まあ、しょげんなよベイベー。あ、メジャー。愛してるぜベイベー。何だよ。アニマックス見てたんで。あ、アニマックス最強だ。アニマックス見てた。全然どうでもいいわ。アニマックスがダメな時は傷セイショ。ああ、うるせえ。セイショもダメな時ではファミリー劇場みたいな。ああ、もうええわ、うるせえやつら、全く。おお。それは待ってたんですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。とまあね、まあ1980年代ね、まあこんな感じでアニメでも使われてたっていう話なんですけれども、ここである事件が起きてしまうんですね。あるアニメにもう衝撃的な画像が入ってしまいます。まあそのアニメというのがシティハンターという。サイバリオ、サイバリオ。あ、そう、サイバリオ、サイバリオ。言われた。そう。一番サブリミナル。で、ね、このアニメにね、なんとですよ、もうここもったいぶります。この画像が入ってしまいました。これです。出た。この人です。レジェンド。レジェンドとかやめろ。A さんがね、なんとアニメに映しました。マジ？これね、しかも全然ね、関係ないんだよね。なんか主人公がこう走ってるシーンで急にこれがパッて出るわ。じゃあシティハンターの描いてる人が、そういう噂でめちゃめちゃ騒いじゃった。ああ、とシティハンターが日テレでね流してたから、シティハンターの制作側もしくは日テレの中にその A さんのメンバーがいたんじゃないかと。うわ、宗教の。そうそう、この全国放送を通じてもう全国民をね、イメージを広めて、だからもう全国的に洗脳しようとしたってことなんですよ。なんていう宗教の人。おお、あ、ダメだね。おおでもダメだ。想像したんやけど無理や。まあまあそんな感じなんですけど、まあこれが放送された年っていうのが1989年の12月24日。
で、あの地下鉄のあの有名な事件が1995年じゃん。だからその事件が起きる前だから悪いことする人たちっていう感じではなかったの。なるほど。だから洗脳しようとしたとかそういう目的じゃなくて、ただ単に間違えてやっちゃったんじゃないかっていう。でしかも当時この人の施設が町にできるとするじゃん。そうするとその町の人からしたらさ、反対だってなるわけじゃん。でよく抗議してる様子をニュースで取り上げてて、世間的に見たら変なことやってる人たちだなっていうぐらいのイメージしかなかったの。なるほど。でなおかつこの人1990年に出馬するんですよ。議員になろうとしてたんです。そんでよく紙とか配ってたわけよ。その紙をたまたま拾ってしまったそのシティハンターの制作側の人、もしくは日テレの人がネタとして入れたんじゃないかとっていう説もあるんです。ネタじゃないでしょ。そうなんですよね。ネタじゃないって言える説ももう一個あって、はい、もう一個あるんです。もう一個地下鉄の事件が起きまして、その後に警察が A さんのメンバーに銃撃されるっていう事件が起きたの。その銃の名前がね、パイソンっていうの。パイソン。そうで、まあ、さっきのシティハンター思い出してほしいんだけど、サエバリョウが使ってる銃の名前、これパイソンです。なんとこれ一致してしまっているんですよ。そうだから、これネタとは言えないんじゃないかみたいな。一気に核に入ってきた、ね、ちゃんとそのね、制作側にやっぱその関係者がいるんじゃないか、うん、サイドがいたと。でまあその地下鉄の事件が起きまして、 TBS が日テレをちょっと攻めたというか、サブリミナル入ってるけどこれどういうことだみたいな感じで取り上げたんですよ、はい、TBS の中で。それとはその別の番組でこの A をその取材するっていう映像を流したわけです。なんとね、この取材してる映像の中にもサブリミナルで A さんの画像が入っているわけです。おー、ね、そう、事件の後、この日本テレビをこうやって攻めてるかと思いきや、この TBS の映像の中にもその A さんの画像が挿入されていたっていう、もうよくわからない展開になってきてるんですよ。ガチなのそれ。ガチです、これ。で、まあその一部をスローにすると30分の1秒 A さんの画像が入っていると。で、プラス A さんの幹部と血のついたナイフ、これもなんかちょいちょい挟まれてる感じで構成されていたと。で、あとなぜかよくわからないけど30分の22秒なんなら肉眼でも見れるよ。この秒数、ユダってわかる、うん、キリストの弟子とされる、裏切りの象徴とされる、なぜかこの画像も入っていたっていうね。なぜここで裏切りの象徴のユダを入れたのかっていう真相まではもう分かりかねるんですけど。これに対して TBS は当時ある見解を発表した。今回の手法は番組のテーマとは異なる何らかのメッセージを挿入したということではなく、番組のテーマそのものを伝えるための表現方法としてビジュアルな演出手段として行ったという、サブリミナルとは認めないことを主張していた。でもこれはどう考えてもサブリミナルをやっているというか、はい、だってそれで日本テレビを攻めたのに自分たちもやってるってことですからね、うん、そんなことがありまして、これが全部きっかけっていうわけではないんだけど、ほぼこれをきっかけにそのサブリミナル効果での映像っていうのは今禁止されています。あ、禁止になった。そう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 、まあ、テレビ業界でと。そうそう、あとはまあ無意識のうちに人の脳みそに介入するわけだから、その情報っていうのが、それは倫理的にどうなんだっていうことで現在は禁止されているわけです。だから今探そうとしてもいません。どうですか京平さん。あ、ちょっと関係ないけどちょっと言っておきたいことがあるけど、はあ、一個、はあ、水がさ落ちてきたんだよさっき天井から。俺こうやってたからさ、顔から落ちてないじゃん絶対。何だろうそれ。え、何、うん、青森なわけないし。どういうやつやそれは。シティハンターに出てきたりとかさ、うん、そのあとこの TBS のこの取材とかで、まあ、ちょいちょいこんな感じでサブリミナル効果出てきたけど、これを利用してもう着実にこう組織をでかくしていったんですよ。ちゃんと力をつけてあの事件を起きてしまったと。そういうことなんですよね。だから廃止させたんだろうね。そうだ、まあそうかもしれんよね。まあ、ちゃんと増えるだろうね。だからまあそのいい悪いは別として、やっぱテレビはやっぱり見るもんじゃん。やっぱ結局それって人が作ってるものっていうことを忘れてはいけないというか、まあ、こういう楽しい反面、見るだけでその誤った情報を簡単に認識してしまいますから、こういった意味で言ったらもうテレビっていうのは誤った情報を簡単に人の脳みそに植え付けられる洗脳装置なのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。こういう話ですよ。鵜呑みにしてはいけませんよ。いや、鵜呑みにしてはいけません。皆さん、 YouTube っていうものがありますよね。もう洗脳は始まってるかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。あれ、なんでこっち拍手起きんだよ。間違いないよ、まあ、今テレビがこうなって YouTube がこうなって、はい、そう、もうあと数年でこうなるんじゃないかって言われてるんで、うん、こうなった時にその本当にね、核みたいなこういう人が現れて宗教ある程度でかくなっていった場合、そこのメンバーがサブリミナルのやつを使ったらもうまたバコ、いやー、まあまあまあ、今の人たちはもうスマホで見るから、うん、そうじゃん、テレビ見ないんだ、まあ
だからもう次のサブネミナル効果は YouTube で起きるかもしれません。おお、俺の立場。